族の誕生、縄文時代にタトゥーはあったのかという疑問に、私たちは現代人の身体を使って具体的にその返答を試みようと思います。最初にザ・ファースト縄文マンがいました。彼は最初の地ザ・ファーストプレイスで縄文土器のような形状にあります。それは広い自然の中にぽつりと存在するようにも見えました。しかし確かにそれはあったのです。とはいえ、未だ現実の世界に物質的に存在しているものなのかどうかは分かりません。ザ・ファースト縄文マンが登場するためには、まず人類の登場や知性の目覚めが求められました。現在我々人類は存在し、認識し、想像することができます。しかしそれはどこから来たのでしょうか、分かりません。それでも確かにザ・ファースト縄文マンは目覚めました。それはザ・ファースト縄文マンというのにふさわしい外観をしています。それでもザ・ファースト縄文マンが物質的に存在するためには、生きている身体に縄文を掘り込む技術が必要でした。ある時、一人の人間が観念の世界と現実の世界を連結する方法を発見し、思わず最初の言葉を発します。その言葉は音となり、リズムとなり、踊りとなり、その証を身体に刻む技術となりました。ザ・ファースト縄文マンが実質的な存在として生み出されました。それは人類の始まり、知性の目覚め、最初の言葉、人の皮膚に彫られる最初の芸術行為としてのタトゥーの始まりなのです。確かに縄文時代にタトゥーはあった。